カップじゃないかな。ほら。さあこれはあマイクで煽っとこうかな。さあワンピーガーが、ハッシーさんのブラジラーデッドビーガーが、タモカさんタモさんのタモカカという一緒になった。さあお互い、まあ負ければランクダウン、ね、勝てばランクアップなんですか。まああんまねプレッシャーかけたくないんで言わないんですけど。さあフライパンでねバットだった。タシー6シー飛ばして中央からジャンシーダメジャンシー当たっちゃって、タシー飛ばして亀足もう一回タシーから中段。まあ次のあの試合は僕はマイクで煽るんでね。あ、じゃあ千葉くんじゃないじゃん。原くんと成人さんか。ちょっと煽ったら怒られそうだね、メタル。これでも押してるのはハッチーさん。まあ、あとプラチナは俺見てないんですよね、今回動画でも。だからどんなコンボがあるかって。おっと、これは美味しい。これアルカプでもやっていけるな。食った今。まず1本目取ったのはアシカもドライブゲージもたっぷりと。あ、カチューさん10段すごい ね。このキャラで10段は結構。カシさんが、まあ、1本目取ってプレゼント、あ、フォローしてくれる偉いが暴れていた。今度は下段はハッピーマイカーから下段重ねて踏んで他の大きい攻め全然通す。まだ何読みなんすかね。なんか 2B でよくないと思ったんだけど。わかんない。タチミの方がリターンがある。あタチミ当たっちゃうと結構美味しかった気がしたけど。おっと、どうやって食べつくんだ。あ、これは愉快になる。アルティメットワーブルバーサスカップが始まって、あーこれ来た、来た、来た、あーヒュークした。なんか隠してないのがやばいよ。さあタメロキシから猫イチから食べていくゲラン。これはまだ死なないはずですが、これゲンジが溜まって顔がピカピカするパターンじゃないの。そうなんだ。あーラッテだ、ラッテ。いかねー北地美あやっぱなもっとの方がいけた。北地美、ギャンシー、ナミサセズミ、あーうまい。なるほどね、しっかりミサイル2発目のミサイルが当たらないところで暴れている。やはりランクアップマッチがかかってるからね。おー怖い、お互い交錯。あージャンディーカウンターヒット、なかなか美味しかったんですが、このミス、ジャンディーカウンターヒット、そしてあー素晴らしいです。はいはい、はーい。千葉くんとベリーさん、バレット使いのベリーさん、はいはい、いらっしゃった。千葉くんと C 兄弟で試合です。千葉くんここにいるんで、じゃんけんで席だけ決めていただいて、国民選手の VR でぜひね。さあランクアップまでリーチ、タモさんランクアップまで、これはランクアップ変わって、勝ったな、タモカか。じゃあ配信筐体次の試合が政治さんと原くん、政治もさんと原くんです。 D 筐体で試合です。いるかな、原くんがいて政治もさんがいるっぽい。さあ HP 側が原ラグの DP 側が政治家か。さあさあ体力入りはセジモさん、飛ばない飛ばないかったすげえだろ。からのスカシゲダン、ウェレパーシャンくらい、これ美味しい。ここはバースト切っていく、バージン気味にガードしたい。いやスカシゲダン、からの石井ジャンシー、勝利警戒しつつ固め直し、リビーからゲダンガード、ゲダンガード。さあここで動いてしまう、動きたくなる。ラムセンスするのは瀬島さん。さあラム2開幕前に出る原くん、ロクシージャンピーが強い、おそらくボタンを振ったんでしょうか。負けてしまう。さあサギフタッピー普通に遊びに行く。
さあ体力リード大幅瀬島さん、ここから状況はさっきと同じクレッパーから中段ガード、目がいいデッドスパイク、タッチビー、タッチビー、ハーデス。さあここはゲージを使わずに、あ、ゲージはない、ジャンプシーかぶせ、タッチビー、石クラッシュ取りが固め直して、さあ飛びをここの固め直し、小判小判三振、しゃがみディ。さあここで止まってしまう、おー、サイズ2窓からデッドスパイク、自身タッチ、チャンシー、ビリアル。さあ最大限ダメージで取る、中段硬い、あー、レバーが硬い、レバーが硬い、交換しても良いのですが、交換しても良いのですが、いや、じゃあ千葉くんが執行をやってくれれば俺が変えられるけど、今回は、千葉くんと小粒先生でお願いします。The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. さあ、こっちか。さあ、配信筐体始まってるのは、予選 C ブロックでね、3ブロックの決勝戦。1P 側が、玉川で 2P 側がセジカか。そして体力有利を大幅作ってるのはセジカか。しゃがみくらいからこれ足りちゃいそうですな。あ、裏に入る。なんで納得いかねえ。あっとなぜか生きてる。いけな。ダブルエビなんでいつも通り敗者復活ありますよと。2位まで抜けです、2位まで抜けです。さあジャンプ C からシャーミ D ロークシーカウンター、あっとあまりの美味しさに見せてしまう。ジャイクジャイクからワンコンボ、あ、可愛いですよ、なんか可愛いですよ。さあずらして降りてくる、クーナギャブル、大事じゃない、タモさんこれ使わなくていいのかよくわからんぞ俺にも。さあ、いっぱい BBC からしっかり拾う、これにゾーン使ってダウン取る。からの置き攻め、ロックリーからのオーバードライブ、オーバードライブ返し、コパンコパン早かったの、セジモさん勝ったの、セジモさん。ということで1位抜けはセジモさんです。じゃあ配信筐体は3ブロックのルーザーズをやっていきます。ハッシーさんとハラくん、ハラくん、ハラくんごめんなさい、試合です。ハッシーさんと D 筐体でお願いします。一番の選手は小粒先生。さあ配信筐体はルーザーズの1回戦ですね。The Wheel of Fate is turning.1P 側がハラクのラグナーズブラッド H、 2P 側がハチさんのプラチナ。さあ5番下段から下段5番 6ACC 踏んで、さあ下段がしっかり直下している。出れるし、さあバットよげつく、さあバット警戒、バット警戒、これは出ちゃったかかとが当たるか、さあ遠すぎてコンボに至らず、さあここは強気にかかと重ねてバスト給与、サイズを食う投げ、素晴らしい、よく見ている、踏めないが中段ラピットからロッテ、ロックシーつながらない、ヤンピーおかしおりけん、タッチビータッチビー、ヘルズが当たらず、バットはしっかりガードを2ミリかけてヘルズファング、さあ決め、さあ結構きついですね、これ当て目取っていく、EB をカスのジャンプミスルが中段ガード、ラピッドフォロー、
学生。さあ物をつけるフライパン。このアイテムが触らないと役に立たないですが、セルソン三振魔導処理券かかと飛んでね。集団はバージ気味飛んで避けていたが投げと。さあランドセンスするのは原くん、やはり強い。最初からコパン。さあバス停をケアするのはまあ多分立ち見せがいいんですけど、あとが広いのが 2B の方が広いんで、まあ、2B やっちゃうよみたいな感じだったと思うんですが、そこがかかと 2B2C OK から 2C CD D 処理かかとから、さあ2応強 2B でしっかり続く BD。 レフトスパイクダッシュ C は届かない。しかし足いけたん。5番5番しっかりバリガー。さあ勝ったのはポッツグ先生。なるほど。そんなに、そんなんやったらね、また変えますよ。じゃあ新兄弟はルーザーズの1回戦、津田くんとミリーさん。あ、津田くんそっちにいます。お願いします。あと一覧の取り返す8位さん。レボン3アクション。さあ6位、 6C から 2C、 6位、マミさん中段からバット。さあ中段ガードしている。さあ 6C、 さあ 2B が強い。バットタイプ立ちからマミさんキラー。 6位踏んで5番踏んで下段からジャンビはバット立ち見たし、さあサイズが表特進化ギャン。こんなものもいらねえミサイル。さああとは飛び道具だけで嫌がらせして、さあガードされて問題なし。ショルゲンさあまだ全然あると熱波のショットカメでヘルサンク。さあゲージがある状態で8攻め立ち見、ああ美味しい当たりだ。デッドスパイク、これはどうなるんですか。倒せなかったのかな、よくわかりません。ここで使うアーデス 6D D サイズ闇に食われろ。さあ回復も美味しい。そして処理ガスね、バスケよ。さあいいのがついている。マルサイクラフ飛ばしてとりあえず置いておく。さあ罠の後ろ、罠の後ろに立って寄りづらい。さあ本来であれば罠の前に立って立ち回りを強化したいんですが、さあいいのがついている。これはおーっとジャンプシーが長い。勝ったのはハララグナー。さあ素晴らしいです今の。じゃあ3ブロックラストの試合、タモカカとハラくんですかね、お願いします。ガキはガキらしく家で寝てろ。ガキのおもりなんかしてる暇はねえんだよ。さあこれで勝ったら2抜け。どういうことどういうこと。経験がねちょっとよくわかんないけど。さあさあ HP 側は原くんで 2P 側がタモさん。おどうだブロックは何何。あはははい、はい。一級怪人、一級怪人やばいよね。一級怪人さ、それ自慢しちゃダメだからって思うんだよね。病院食を食べる飴になるっつって。さあ、ジャンシーから投げる。裏世界でしかも。新勝利、ガガト。さあ、前受け見通して、2ミリクール、立ち位から、ロクシー、物を投げる。さあ、立ち回り、コパンが速い。さあ、他のコパンが異常に速い。ミスっている、気まずいところ、下裏に入って、コパン対空。拾えないが、
感じでいいから、ショルケン、タカト。さあ、タッチにヘルザーっとミスってしまう。これ美味しい、トモさん。ロッキーから、カーブに当たって、バースト。あ、ザク、ありがとうございます。ザクが勝利。さあ、じゃあ、水島くん、トーチマくん。あっと、プレッシャーをかけていく。あー、ザク優しいな。やっぱ千葉とは違うな。おっと、何がどうして、なるほど、サイズが当たらない。さあ、一本センスな、タモさん。開幕ダッシュ、赤ミティ原くんはフラフラしながらジャンプ C をぶち当てたいが、さあ、ニビ、これうまい、6C からヘルザンク追加出して、オッケーめ、タッチビ、タッチ、デッドスパイク、固め直し、やはりデッドスパイク強い、プラスサイズ、とってもプラスサイズがある。処理権下げれている、インシンカウンター、おっと、大変安い。ジャンピオン、ニビでくぐる、猫石から、ジャンプし、タッチビはジャンプで回避、ジャンプで、タッチビタイプ、カカカトで締めて、バカト、カウンターしてた。まずいジャンピングカブセ、タッチ、下上 D が当たる、 D、ヘルズ、 D、ダラーのレッドスパイク、 DC、タッチ、マダオ、ショルケン。さあ、オブジェメ、ゲダーン。さあ、取り返す原君。さあ、下上 D から、ロークが空振り、DC から、下上ぐらい。アンコールからの畳直し、ここはショルケン。よく見ている。出っ放しは、ダメージを稼ぐ。ウィルファ、コパが当たる。DC から、パッチ、ロクシー、からの、ザギフ。ジャンプに引っかかって、立ち回り。さあ、D を立ち回る。ヘルズ、悪くなかったわ、コンボは繋がる。さあ、B で落として、オンクメ。アンコールから裏しっかり見ている。ダムシータチミ、さあガードが固い。ここでしっかり勝利権。さあ D 勝利、安い。ニビニシー、ロクニー、さあニビしっかりしている。5番から、さああれは動きづらい、投げが通る。これは使わざるを得ない。あと千葉君が勝利。千葉くん何抜け。じゃあ C 筐体で2ブロックいきます。 C 筐体で2ブロックとか言ってるうちにタモさんが勝利に抜け、あとはマカか。C 筐体で2ブロック、アンティー君、ハマさん、桃代さん、矢月君から、アンティー君、ハマさん、はいはい、 C 筐体でお願いします。 C 筐体です。で4ブロック、高弘さん、生ハム、タコス